三巻関太郎昭和二十四年五月二十二日は、日本の牧師、日本殿堂大理寺、ホーリネスリバイバルの時に活躍した。大分県の医者の家に生まれる。メソジスト派の鎮税学院を卒業後、高等師範に入学したが、苦学で体を壊し、千葉で療養した。療養中に休童するようになり、日本メソジスト教会銀座教会の毎週の祈祷会で外交官、 友の新三郎の証を聞いて改心する。三山寛一の紹介で、川辺定吉と笹尾鉄三郎がご僕に会う。笹尾に会った時、三巻は異形の念に囚われその場に座り込んでしまう。銀座教会で笹尾が説教するのを聞いて、三巻は1894年4月16日生霊を受けて、献身を決意する。三巻は笹尾鉄三郎、 河辺定吉、松野菊太郎、砂賀徳太郎、土井周平たち6人と共に小さき軍と名乗って芝の桜田本郷町に一軒家を借りて東京の電動を始める。河辺と三巻は7月に青森を起点として一人が汽車で先回りして集会所を準備している間にもう一人は徒歩でトラクト配布をしながらそこに着くという縦断電動をした。 1896年に、三まは、笹尾哲三郎、秋山義五郎、土井周平と共に、松江のバークレイ・バックストンの元に集まり、家を借りて、共同生活をして、バックストンの家に通った。2年近く松江で、バックストンに指示した後、バックストンの紹介で、イギリスに本部を持ち、警察官への伝道団体の警官ミッションで働いた。また、 バックストーンが刊行していた聖書研究誌、聖書の友の編集者として活躍した。後に、例の糧の編集主任になる。1918年3月、秋山義五郎、中田茂春と共に、日本全国リバイバル大儀東会の発起人になった。1930年の昭和のホーリネスリバイバルの時に、10月23日の東京聖書学院で開かれた。 リバイバル大会の委員を務める26日に結成された再臨準備リバイバル同盟の結成に加わったその後リバイバル正界などで説教をした1933年に設立された聖書信仰連盟の理事の一人に選ばれるありがとうございます